どうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はい、こちら見ていきましょう。はい、今回鬼滅の刃トミカボリューム2ですね。はい、結構ね人気があったボリューム1に続いてね、はい、第2弾ボリューム2が登場です。で、第1弾と一緒で今回も5種になっておりまして、まあ、今回もね人気どころのねキャラクターたちをこうイメージしたね車両がね、まあ、登場といった形です。さあではね、どうなってるのか今回もねじっくりとね見ていきましょう。ちなみに今回こんな感じでバラバラでね5つ買ったんですが、ボリューム1の時はね、まあ、こんな感じで収納ボックスがねセットになってるやつあったんですけども、なんかどうやら僕が調べた感じではボリューム2はなかったみたいですね。まあ、せっかくならねボリューム2もねこれでね出してほしかったなっていう感じではあるんですけどもね。まあ収納ケースといってもね、まあ簡易的な箱にはなってるんですが、これがあるとないでねもうだいぶ違うんで、まあボリューム2もちょっと欲しかったなっていう感じです。さあそれではね早速ちょっとこの番号の順番ね、これに沿ってねちょっとね見ていきましょう。さあそれでは参ります。まず1台目ですね、はい、こちら06番の富岡義勇です。さあではでは早速ちょっとねビニールの方ね開けてねちょっとね見ていきますが、とまずね今回の箱のデザインですが、まあこの感じはボリューム1の時ともう全く同じですね。正面にトミカで上にはねそれぞれのこのねキャラクターがね描かれております。でそこは警告とか書いてて、蓋の部分にはこの中でトミカのプリント、あ、こっちはキャラクターですね。で背面はこうなってます。まあまあほんとデザインは似たような感じですね。で一つ目富岡義勇は、スープラですね。 GR スープラなので今月3つ目のスープラ、もう今月本当にスープラが多いねさあそれじゃあね行きますか。こんな感じでねまた義勇っぽくなってるんでしょうか。ではでは見ていきましょう。おまあまあ予想通りっちゃ予想通りなんですけども、さあではね見ていきますが、まずねフロント、はい、顔の部分こんな感じですね。目の部分はあれですね、富岡義勇の瞳がねちょっとこうブルーなんで、こんな感じでヘッドレストがねブルーになってますね。でデザイン的にはもう本当に富岡義勇のこの羽織のねデザインがそのままこうね施されているような感じですね。いいですね、黒のベースにこれ何柄っていうのかな、この辺のねなんか多分名前あると思うんですけど、まあほんと一目でね富岡義勇って分かるようなねデザインになってます。で側面見てみるとこんな感じですね。まあこういったこうねバンパー周りもこう多分ね羽織の内側のこの白い服、名前ちょっと分かんないですけど、この袖見えてるでしょ多分ねこういったところをイメージしてるんじゃないかなとなんとなくそう思います。でホイールはね黒の成形色のスポーツタイプになってますね。で後ろね見てみると、はい、こうなってて、なんかちょっとスープラ見てるの忘れるぐらいのまあほんと見事なデザインですけども、テールのレンズはここのカラーと同じカラーがね塗られてますね。ちょっと紫っぽい感じね。でリアガラスにはメツの文字がね大きくね白で書かれてます。で反対側の側面は、はい、こちら側もねデザインはこうなってますね。ちょっとこっちとね違ってまたこう紫っぽくなってるんで二面性があってちょっと面白いですね。で上から見てみるとこうなっておりまして、くれた底の部分はこんな感じですね。まあ、白のシャーシなんて珍しいんで、なんかね見た目的にねこうスープラとして見るにはなかなか面白い茶色になってますね。うん、まあでもとても本当にもう富岡義勇まんまっていう感じでした。でこちらの車両にギミックね、サスペンション機能のみがねついてます。はい、ということでね、まず1台目06番の富岡義勇トヨタ GR スープラでした。いいですね。まあベースの車両がねスープラっていうのがなかなか、うん、僕はいい、まあとてもこのねデザイン、そしてキャラのイメージに合ってたのかなとは思います。さあそれではね他の車両どんどん見ていきましょう。さあそれではね2周目は07番の胡蝶忍ですね。まあこちらもねもう見事にスバル360ですね。テントウムシに胡蝶忍のねこのね羽織のデザインとかこうキャライメージですね、もうしっかりと、まあ、イメージしてねデザインされてるのかなと思いますね。さあでは楽しんでいきましょうか。あれですね、胡蝶忍はあれですよね、虫の呼吸っていうのかな、僕ちょっとあんまりね鬼滅を深く知らないものであれなんですけど、多分その虫をイメージして今回こうテントウムシがね選ばれたのかなとは思いますね。まあでもとてもなんかキャラクターのこの可愛らしいイメージ、車体も合ってるのかなとは思います。さあではではちょっと見ていきたいと思います。まあこれもなかなか奇抜な色使いですね。やっぱ実際見るとなんか違いますね。うん、すごいなこれ。はい、まずねフロントこんな感じです。ヘッドライトとかレンズはこれ金色の塗装ですね。でまあデザインはもう本当に胡蝶忍のこの服の羽織のデザインですね。こんな感じになってて、まあバンパーシャーシですね、こちらが、緑色かな、緑色っぽくて、でこれ袖口のね色ですね、このね青っぽいのとこうピンクっぽいね、この2本のラインがね前から後ろにかけてこのように走ってますね。
でこの窓のね縁のところとかも金の塗装が入ってて、なかなかまあほんと凝ったデザインですね。うん、可愛いというかだんだんこうかっこよく見えてきました。で側面のデザインははいこうなってます。まあこちらもこう羽織のねデザインがしっかりとこうイメージね再現されておりまして、こちらには蝶のイラストも描かれてますね。なかなかねこのデザインをこの車両に施すっていうのは、まあ、ほんとすごいなって思います。うん、イメージバッチリですね。で後ろはこうなってますね。はい、こちらの車両にもリアガラスに滅の文字がね書かれてます。でリアバンパーも緑色になってますね。で反対側の側面もはいこちら側にもねしっかりとねこう蝶のイラストなどねあしらわれておりまして、なかなかほんとイメージがすごい。で上から見てみるとはいこうなってて、そこの部分はこんな感じです。車種も緑色すごいな。でこの車両ね、はい、ギミックの方はサスペンション機能と、あとですねフロントのこのボンネットの部分がよいしょ開けれるかな、結構ねこれ開けるの大変だったりするんですよあーいたいたいた。はい、こんな感じで開閉のねギミックがねついてますね。うん、素晴らしい。おっとっとっと、いやとてもね可愛いというか、まあ本当かっこいいね感じに仕上がっておりました。ということでね2代目07番の古町忍スバル360テントウムシでした。いいですね、イメージ通りの車両ですね。まあ本当あのイメージぴったりのね車両になってたと思います。ではね続いての車両行ってみましょう。さあでは3代目続いてね08番の煉獄京十郎ですね。もう世に言う煉獄さんってやつですね。さあではでは見ていきましょうか。今回はもうこれがあれですね、もう一番売れてましたね。もうほんと最初に売り切れたんじゃないかな。まあ車体もね GTR がねベースなんで、うん、これはもう絶対イメージ通りっちゃイメージ通りなんですけど、なんか狙ってきたなっていう感じはしますね。うん、これはまあまあ売れて当然でしょう。でまあ箱のデザインはまあこんな感じですね。首にはね煉獄さんのねイラスト描かれてます。で GTR がベースで、まあこれもなかなかド派手なデザインだなと思います。ではでは開けてねじっくりと見ていきましょう。さあさあどうなってるかな。まあイメージ的にはまあこれもあの羽織がねそのままデザインされたような感じですけども、なかなかかっこいいなこの燃え盛る感じがまたいいね。さあではね見ていきたいと思いますが、いやなかなかねすごいメリハリのあるデザインですね。僕がね想像してたより結構なんていうのコントラスト感が高いというか、めちゃアニメっていう感じのそんなデザインです、パッと見る第一印象ね。でまあこうデザイン的にはもう本当にね煉獄さんの何でしょうね、もうこの羽織のねデザインが、まあ、全体的にね施されているのね GTR になってるんですけども、まあかっこいいね。でちゃんとロゴありますね、 GTR のねこれロゴエンブレムがあって、で作り的にはまあヘッドライトね、こちらも通常のトレカと一緒ですね。大きなねクリアーパーツでこのようにねついております。でなんかここのラインがね、まあ、こうニスモっぽいというかね、うん、赤色のねラインがねバンパーに塗られてていいね、なかなかかっこいいねすごいなこれ。でルーフはこれ煉獄さんのあの髪型っぽい感じになってますよね、この部分ね。だからパッと見で本当煉獄さんって分かるような感じです。で側面はこうなってますね。結構ねこの横のデザインも僕ね好きですよ。こうファイヤーパターンってやつですよね、俗に言うね。かっこいいなこれ、ちょっとメリハリがありすぎるんですけどすごいファイヤーパターンこれ、かっこいい。でホイールはねスポーツタイプのものになっております。で赤いラインもね入っておりますね。白が本当にねもうソリッドピュアなホワイトなんでめっちゃ明るいんですよね。で後ろにテールの部分ですがこうなっております。日産のエンブレムちゃんと入ってますね。でテールレンズは赤の塗り分けされてて、でリアスポイラーウィングですね、こちらは赤の成型色ですね。これもまた珍しいカラーですね。でこちらの車両もねリアガラス滅の文字がね書かれてます。文字のフォントは先ほどまでの車両と同じフォントですね。でバンパーのこの赤いラインはバッチリのねリアも入ってると。で反対側の側面もはいこうなっておりまして、なかなかの GTR ですね本当にね。で上から見てみるとこうなってて、そこの部分はこんな感じです。でベースはこちらね2018年のナンバー78番ですね。スケールは62分の1で日産 GTR ニスモですね、まあ、なのでドアの開閉がねないタイプの車両になってます。これがね開くタイプだったらあの激アツでしたね。はい、まあでもこれでも十分いいんですけど。でギミックはねはいこちらねサスペンションのみとなってまーす。はい、ということで3代目ね、まあなかなかもうイメージ通りでございましたけどもね、うん、かっこいいね GTR に仕上がってたと思います。08番の煉獄神かけた京次郎でした。いいねいいね、すごい GTR ですねこれね。さあそれではね続いての車両行ってみましょう。では4代目はいこちらね09番の時藤無一郎行ってみたいと思います。車体はね鈴木スペーシアギアですね。
イメージ的にはもうキャラクターがねもう小柄なイメージなんで、車体はどうやらそれに合わせてこう小柄なね車両が選ばれたみたいです。ではでは行きますか。おっと危ない。まあ、GTR 見た後にねスペーシャルギアなんでちょっと結構こう気持ちのコントラストもまあすごいところなんですけどね。さあではでは行きますかね。なんか落ち着いてそうだな、これはこれで。あでもいいね、ルーフのデザインかっこいい。これ刀ですかね。よしよしよし行きましょう。さあそれではね見ていきましょう。はい、こちらにまずヘッドライトが青色なんですが、これは目のイメージですね。目のカラーが多分ねイメージされて塗られてると思います。でボンネットとかサイドのこの辺りは多分ねあれですね、時任無一郎のこの髪の毛ね、ここがイメージされてるのかなと。でベースのカラーはまあ羽織のカラーになっておりまして、でルーフのところはこれは刀のあれですね、あのつばのところのデザインですね。それがそのままね描かれてます。まあこれもなかなかパッと見で分かるようなイメージのね車体になってますね。まあ煉獄さんほどではないかもしれませんけども、これもねよくキャラクター特性が出てると思います。で側面はこうなっておりまして、いいですねこのね白のラインとかね。でほんとねこのね髪の毛のね色のデザインとかもねバッチリかなと。で後ろテールの部分はこうなってますね。はい、こちらにもね滅の文字書かれてますね。でテールレンズはフロントのヘッドライトと同じように水色ですね。で反対側の側面ですが、こちら側も先ほどの目とね同じようなデザインになっておりまして、で上から見てみると、はいこんな感じで、こうやって底の部分ははいこのようになっております。でこの車両ねギミックの方はサスペンション機能がついてます。はい、ということでね4代目ですね、09番の時任無一郎スペーシアギアでしたが、とてもねなんかこう小柄でなんていうの、なんかこう優しいというかね、まあそういったこうちょっとこうなんか静かなイメージというかね、こう落ち着いたイメージがねちょっとしっかりでねこう車に出てたのかなとは思いました。うん、これはこれで結構可愛らしいかな、今回のラインナップの中の一番おとなしい感じですね本当ね。さあそれではね続いての車両行ってみましょう。さあそれでは5つ目ですね、ナンバー10番の姫島行明です。はい、こちらはねランクルですね、トヨタランドクルーザーがこのねまたキャラクターのねイメージに、ね、なって登場です。すごいなこれすごいですねこのイラストね、行明さん、あんまり行明さん分かってないですけど、行明さんって呼ぶもんでもないのかあんまりねあの適当なこと言っちゃうと、あの視聴者さんじゃなくてあの子供に怒られちゃうんで間違ってたらね。さあさあそれではね見ていきましょう。よし行きますね。まあこれも本当になんかイメージ通りの車体なのかな、もうキャラクターのイラストからこう伝わってくるようなもうまんまっていう感じします。でなんか色はちょっとなんか思ってたより明るいですねこれね、もうちょっと濃いめの緑色がベースなのかなと思ったんですけど、結構明るめのこう緑色、薄い緑ですね。さあそれではね見ていきたいと思いますが、まずねフロントのね感じこのようになってますね。グリルのところはこれ紫ですね。で車体のデザインはもうほんとこれ羽織のねデザインがそのままねこう施されているといったね感じですね。なんでしょうこれ、南無阿弥陀仏って書いてるのかな、もう文字がねほんとこっちから見た方がいいのかな。あこうですね、すごいなこんなにもう、いやもうこの文字がこんだけ車体に書かれてるのはもう多分これが最初で最後でしょうね。すごいな。なんかすごいの一言ですね。トミカ的に見るとね。で、フロントのガラスのところは、これは額の傷ですね。こんな感じでね、プリントが入ってます。で、側面のデザインですが、はい、こちらもね、こうなっておりまして、あ、これは羽織のところですね。南無阿弥陀仏の文字ね、こちらもね、白のラインに書かれてますね。で、ここのガラスのところ、ここはあれかな？数珠の赤い丸ですかね。まあ、こんな感じでプリントで入ってると。うん、これも本当なんかキャラクターのイラスト見るとまあしっかりとこう車体に落とし込まれてるのかなと思います。で後ろねテールはこうなっておりまして、こちらにも赤丸数珠ですね書かれてて、でレンズは赤の塗装で、スペアタイヤもねボディと一体成形ですがついております。で反対側のね側面ですが、はいこちら側もまあ同じようなデザインですが、南無阿弥陀仏の文字ね書かれておりまして、まあなかなかほんとすごい車体ですね。で上から見てみると、はいこうなってて、そこの部分ははいこんな感じです。でこの車両ですね、はいギミックの方はサスペンションと、あとね左右のドアのね開閉機能もはいこんな感じでついてます。で内装は黒の成形チョックですね。いやなかなかまあこれもうんすごい、なんでしょうイメージ通りの車両に仕上がってるんですかね。まあこの体格というかね、もうほんと羽織のデザインね、この傷跡、まあ見事にこのランクルの車体にねデザインをね落とし込んだのかなと思います。ということでね5つ目ナンバー10番ですね、こちら姫島行明トヨタランドクルーザーでした。
はい、こんな感じでね、とりあえず今回のねボリューム2の5種ね見終わりましたが、さあいかがだったでしょうか。まあなかなかのラインナップでしたね。でせっかくなんでちょっと後ろにボリューム1の方もねちょっとね5種ね並べてみましょう。はい、ざっとねおさらいしておきますが、まず86のですね炭治郎ですね。まあまあ見事な車両でした。こちらもね改めて見ると素晴らしい。でドアの開閉のギミックついてますね。こちらねかっこいい車両です。結構まだたまに売ってたりしますねこれね。で続いて02番の、はい、こちら根津子です。まあ炭治郎の兄弟ということで兄弟車のね BRZ がねチョイスされておりました。見事ですねこちらもね。でちゃんとねこれもドアの開閉がついてます。いいね素晴らしい。で03番が、はい、こちらね善逸ですね。車体はね日産リーフですね。これ雷の呼吸をイメージしてねこの車体がね選ばれたのだろうと思います。こちらも見事なデザインになってましたね。リアのねドアのね開閉ギミックがついてます。いいねリーフ。で04番がね伊之助ですね。まあこちらはもうね力強いね突進といったイメージですかね。フォレスターが選ばれております。まあデザインはもうパッと見でそのまま伊之助というねもうすごい車体になってました。これは未だに迫力あってインパクトが大きい。で5つ目ですね、はいこちらスバルサンバーでカナオですね。お花屋さんなのでまあこう屋台というかねこうお店のね車がね使われたのかなとは思います。とてもねいい車体ですね。これが一番可愛いかな今回のこのシリーズでね。その次が今回の胡蝶忍ですかね。可愛さ選手権にするとどっちかな難しいなまあこれもとてもね可愛い車体でした。まあということでございまして、とりあえずこんな感じでボリューム1とボリューム2ですね、これでね10種ですねキャラクター10人のね車体がね出ました。まあ今後ねボリューム3とかねちょっと出るのか、ね、まだまだキャラクターの枠はあるんでね、まあ、どうなってくるのか分かりませんが鬼滅のブームに沿ってね、まあ、出してきそうな気もするんですけども、まあなかなかこのシリーズね本当にあの奇抜なデザインね、もうちょっと面白くなってくるようなねデザインになってるんで、これはこれでなかなか集め買いがありますんで、ぜひぜひ今後もね続けてほしいかなとまあ個人的には思います。結構あの賛否両論あるんでね、皆さんのあのご意見とかもいろいろちょっと聞かせてはいただきたいんですけども、僕はこれはこれで好きなんで、またね新しいねシリーズね楽しみにね待っております。まあということで、はい今回はこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近ではね LINE の公式アカウントの方でねこちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。